B バンド A から D バンド安いんで大丈夫ですね。スタートボタン先方決まっていましたらスタートボタンを押して始めてください。スタートボタン2回いったね。初級者大会は RT さんの回答、ココさんのポジョン向きに対戦相手はめぐるさんの回答、千住さんのスレイヤーとなっております。よろしくお願いいたします。どうぞ。あれ、めぐるさんと千住さん手挙げて、あ、OK ですね。いきましょう。さあ、わずらしきとなっておりますが、先方対先方、大将対大将となります。あ、そうだ、今日人数少ねえなと思ったんですけども、今日ギルティギアイグズワード、PS4 のみ、体験版ができる、チュートリアルとアーケードモードができるということでね、それの影響もあるかもしれません。雨でしょうね、一番は。けどヤクルト速報は、2月頃になりましたらキャンプ地の情報を、ネットを介してお伝えいたします。さあ、おこごとちょむきん対千住スレイヤー。あ、やべ、10月11日のまんまや。おっと、エキセンド足払い。ちょっとね、今回はポチョムキンスレイヤーはなんかポチョムキンが不利になってしまったんじゃないかというお話がありますか。どうなんでしょうね。さあ、ギネスから、おーっと、しっかり決める。これはヒット数をちょっとね、先ほどポチョムキンに対してスレイヤーでコンボしていたんですけども、おー、すげえ。どうもね、クロスワイズフィールドの後の達者したらポチョムキン入んないっぽい、ってか難しいっぽいんで、金 S 円 S って刻むのが一番いいかもしれません。で、空中ダッシュはですね、やっぱジャンプアイスラーが判定が強くていいんですけども、やっぱジャンプですね、これが発生が早い、通常技となりますので、ハンマーホールに対してもなんか早めに出したときは打ち勝ったりもしますんで、ジャンプハイスラー、ジャンプエース、クッションです、ジャンエースですね、かなりおすすめです。そしてジャンハイを触れば、このようにかなり強く攻められるのでいいですね。さあ、ニエス、前回はこれで引き寄せられて、さらによろけ状態というとんでもないことでしたが、ここは平和な技になっております。しかしここはポチョムキンバスターを決めて先方先制したのはここロボ。対しまして RT さんの回対、めぐるさんの回で同キャラ戦となります。最強で戦う者に付き合う暇はない。さあ、現在、クライマックスシリーズのファイナル、なんですけども、ファイナルステージ阪神が先制ということで、ちょっとヤバそうですね、今日が。あれ、俺今ロボット言った、ロボット言いました、ロボット言った。はい、行きましょう。さあ、後ろの日付は気にしないでください。めぐる恋に対するはアルティ対、ノーマルカラーが RT さんで、めぐるさんがこの茶色いカラーとなっております。いや、嘘です、逆です。めぐるさんがノーマルカラーで、RT さんが茶色ですね。失礼いたしました。ロボットがやばい、もうダメですね。カイドウギャラ戦はスタンエッジに対してスタンディクターを潜るっていうね。で、そして今回グリードセーバーが裏への判定がなくなっているので、リッパーを潰す場合にはちょっと先っぽじゃないといけないということで、やっぱスタンディッパーが猛威を振るんでしょうか。もうとりあえずキャンセルをずっと待ったスタンディッパーっていうね、なんか初心者の頃を思い出しますね。はい、それで答えて、ここでめぐる ロボじゃない、またロボって言っちゃった、ロボが頭に追いついてる。おっと、これはダウンして殺したかもしれませんが、ここはチャージを重ねて削り殺し、一本の選手はアルティ対チャージさんが2ヒットを立ち消えたらしっかりするが、足払いは届かない。
そして、今回ほとんどのキャラに入るようになりましたアシュバレイリッパーですが、カネ相手にはちょっとディリをかけないと繋がらないということで、アシュバレイから若干遅らせての、サンリッパーでないといけないらしいです。で、アインマンが言ってました。さあ、サンゴマキャンからガメガシ、ここはバーソー食らってしまう。サンエッジヒーロー、サンエッジヒーローはですね、やはり、エンクリーを出すとなかなか旨味はないんですけども、中間距離エンエス当たるかなとか、当たるか当たらないか微妙なこの先端ぐらいの場合でサンエッジヒーローを出すと、相手が技を振っていた場合確定化したりしますのでね、この距離で使っていくのがいいですね。ちょっと隙間が空いたらサネチというのが、やっぱ多いみたいです。おーっと、フリー出せばガードができない。これはガード不能なんでね、仕方ありませんね。さあ、2ハイスラで捉えていきました。ここは下がったところをガンダッシュ追いかけて2ハイスラ勝ったのは RT 回というわけで、先行大将と勝ちましたので、RT オコカシームが勝利です。では続きまして、目黒さんの回と先日は連戦となりますが、 A 番内で目黒回先日レギュラーチームという里毛ソルヘバテンソルチームです。はい、ソルソル対ハイスレイヤー、さあ今日はすべての、初中級、初級中級すべてが、中級あの 2-2 となっております。はい、もう一回言いますよ。里毛さん、ヘバテンさん、手を挙げてください。いらっしゃいますね。対戦相手がめぐるさんと千治さんとなっておりますので、じゃんけんをしていただいて 1P2P を決めてください。めぐるさんと千治さん、手を挙げてじゃんけんをお願いします。 Guilty Gear Exile。ニートは明日から台湾行ってくるらしいです。台湾、あ、先輩あれお願いします。じゃあ今から台湾行っていうことで、ドゥンドゥンドゥン、はぁはぁはぁ、ファイッ。細かすぎて伝わらないモノマネ、ストリートファイター2から、残業戦のスタートオーダーでおしまいですか。何ステージですか今の。あ、何してもいいです。スタートボタンを押したときですね。はい、ありがとうございます。まあ、初ゲーマーなら分かるが、最近のプレイヤーはストリートファイター4世代なので、知らないっていう。そう、コースオンですね。素晴らしい、当ててる人がいます。はい、分かりましたね。さすがにちょっと無茶振りしすぎて、何言ってたこいつみたいな放送事故になりつつありましたが、なんとかなりました。さあ、ヘバテンソル対センジスレイヤー。最近ちょっとスレイヤーをみんなが使ってるから触ってるわけじゃないんですけども、ちょっといじっておりまして、このキャラ気持ちいいですね。楽しいです。一番奥 D1 対アクローマーザト、トラストソルチーム対カメゴさんも来たかな。あ、ちょうど来たかな。カメゴさんのベノムと MM さんのソル、 MM さんあいたとカメゴさんチームメイトで、対戦相手トラストさんとアクローマさん、一番奥勝ち抜き戦の強制です。よろしくお願いいたします。ちなみに今のモノマネは俺じゃないんで、よろしくお願いいたします。先輩にやらせました。さあ、ここは体力リードされてしまっているヘバテンソル。センジさんはちょっとガンフレームがね、やはり厄介なので、このガンフレーム、そしてライオンサンプですね、これも超面倒くさい。今回うわーと、マイピー普通なら吹っ飛ばしているんですが、あまりにも強いハフニール、いいハフニール、マイピー立ち上がり、ホイからの、あー、生きてるこれ。
出た。ここはホールドを張りたい。マッパンチ、おー、これ前に出てきました。最初ラウンド、これはアダムにナイプレーするためだけにすげえやつだったんですけど、なかなかこれは面白い。さあしっかり安定コンボですが決めていきます。いい、いいと決める。さあちょっとこうなってきてきついですね。今回の無敵ジャンプは無敵ジャンプした瞬間に無敵が切れてしまうということで、すぐにホルトを張らないといけない。なのでゲージがないとおしゃもきつい。画面端、これをワークだけの何が漏れたか。画面端位置を入れ替えた。はいはい、パイルじゃない。大ダメージ取ってゲージも回収、これ美味しいが、ここはいい判断だったんですけどね。やはり昇竜拳は強い。勝ったのはヘマテンソル。その前に、大将戦、里毛さんのソル対、めぐるさんの回が試合になります。では行きましょう。ナンバー B 番台、ネギスケラムレザルトーマメイチーム対アツシミリアぶっぷんこソルチーム。 B 番台、 C 番台ではマサフォーメイ KSG ポジョムキンチーム対タローポジョムキンジグザベットマンチーム、よろしくお願いいたします。ソウバーセスカッゲットレディトゥロー。Heaven or Hell Duel 1 Let's Rock! ヒッ、今回のスレイヤーは気絶値が元に戻ってるみたいなので、ミハイサラがコンボつなげられるようになったらちょっとヤバい気がするんで難しいですね。まあ、青色っぽいゲームだし、しゃなしゃなし。さあファフファフ、前ビーターしたい。ちょっとこれは怖いですね。もうちょっと走り込んで前ビーター拾いっていきたいところ。おっと、佐藤家さん対のゆるさんですが、試合の方を見ているとゆるさんが結構体力リードした状態で結構無駄にちょっと引いてしまうときがあるので、少し頑張って前線にいるともうちょっと安定するかもしれませんね。まあけどソル怖いですからね。あーと、ゲージがないが、ここはディッパー、おいしい。これは昔からあるバタになってる、勝手にバタになるけど、もう危ない。あ、燃えたった。一応グリードセバーがキャンセルガンフレームに引っかかったりするっていうネタあるんですが、どうしても 25% 持っていることが多いソルに対してグリードセバーやるとなかなかね、いいこと、いい結果に繋がらなかったりするので難しいですね。知識として頭に入れておくといいかもしれません。はい、ちょっと時間変わります。さあ、そう空振ってもう一回出したところ、コパンで暴れている。カメラジータッチ系からジャンプヒット、プリンがガードして上海で返していく。追い払って、なんとか神橋に脱出していたい。ここで足場に対してグリード引っ掛けて、しっかりダメージを取って、徐々に徐々にとダメージを追い詰めていく。先端がちょっとですね、今回ガンフレの持続が伸びているのでギリギリ当たってしまったという感じですね。勝ったのは里毛さんのソウルですね。おめでとうございます。はい、A バナでは、今が、どっちが当たったっけ、ソルが上がったから、佐藤さんのチームが、3-2で勝ち。では、最後の組み合わせいきます。A バンダイ初級者の、リーグですね。RT さんの回答、おここさんのポチョムキンのチーム対、今やりました里毛さんのソル、ヘバテンさんのソル、ソルソルチーム、こちらが A 番台で、最後の対戦となります。代表者で、じゃんけんをして一品二品決めてください。ザンギじゃないんですよ。あれはザンギじゃなくて、スーパーミとかのあのスト2の
ポーズを、あのスタートボタンを押した時のやつ、えいえい、まあ、それあれですね、空投げですよ、それ。それスパツ X じゃないとないです、それはい、何番台でしたっけ、D 番台で、トラストさんのチームが勝ち、はい。何試合だったかって分かります？あ、大丈夫です、あの、A 番台、あの、試合始めてしまって大丈夫です、はい、お願いします。2試合、あ、分かる、2試合だって。では呼び出しをしていきます。 D 番台が今開きましたので、どこができるのかな。はい、じゃあ今、負けリーグの方ですね、 D 番台で、モガさんのスレイヤー、中山さんのポチョムキンのチーム対、カメゴさんのベノム、MM さんのソロのチーム、 D 番台で試合となっております。大丈夫ですね、はい、はい、では1P 側おここさんのポチョムキンと 2P 側ヘロペンさんのソル、ガフレームからガフニグ吹っ飛ばして、画面端ぶっきら通す、うまい。スキループちょっと折り際が間に合っていないが、きっちりダメージが取れてる。マイキー捉えてヒートまで決めて吹っ飛ばしていく、うまい、はい、そこには誰もいない。ガフレーム軽打で着地したところ、ポチョムキンバスターで捉えていく、うまい、スライドヘッドに対してモルカで割って、キキャンから前を詰めていく。画面端 2K から近づいていくところをバスターで捉えて、ジャンエツからしっかりロマキャンハンマーまで決めて、まずは一本接種を、ここポチョムキンヒート飛んではいなかったが、空出してきたところ通常投げ、ジャンハイめくり捉えて、グランドバイパー一気に地面を張って近づいて、足払いまで直下して直下して、さらにパフ、キキャン、これが強いです。安定コンボからきっちり叩き落として中段、チャンニーまで入れたところでバーストきっちり返して、足払い投じます、歩いて投げるがバックジャンプでかわして、一気にジャンハイで進めていく。バスターダメージを一気に加速させて、はい、よし、はい、それですね、はい、C 番台で、コロッポッキーさんの回答、ニートのチームと、アクロボさんのザトウとトラソさんのソル、こちら C 番台で試合となっております。大丈夫ですね、はい。おっと、ちょっと見ていないうちにヘブンリーを決めて、残らなかった、勝ったのはおここさんのポチョムキン。任務完了、了解だ、次の任務だ。さあ、行きましょうか。技や経験が圧倒的な力の前に、なかなかポチョムキンは難しいかもしれないですね、攻められちゃうと。ギルティギー、さあ、初級者大会となっております。本日の大会、よろしくお願いいたします。はい、行きましょう、ソロ大会。おっと、これは、浮かそうですね、からの画面端に浮かそう。さあ、こちらお互いにリバーサルに昇竜拳があるとね、攻めづらいなーっていう展開が多いギャラですが、やっぱ立ち回り的にはやっぱね、貝側が動かしていく感じになるんじゃないかなと。で、それはやっぱどうしても先制相性はそんなに良くない気がするので、上から行くか横から行くか、どうやって逃げらせるかっていうのがね、ポイントになってくるんですよね。はい、さあ、最近もこの時間になるとね、疲れ果ててしまってなかなか実況に、力が入らないんですけども、頑張っていきたいと思います。ちょっと疲れてるんでね、まあ、ここにいる人がね、みんながみんな最初からこんなに上手いわけじゃなくて、ずっとね、長いこと、初級者大会やってて、サコギンさんもアルピさんは、3週間ぐらい前ですかから始めて大会に出て、まあ、こんだけね、動けるようになっているので、まあね、初級者ってなんだろうって言われて
嫌な気分をするなってね、ここはこんなに言われるまで上手くなったんだなみたいな感じでね思っていただければ、よかったな、嬉しいさあガンディから勝利拳、ちょっとね難しいんですね。あのライオットで吹っ飛ばした後は空中ダッシュちょっと深めに追いかけてやってあげるといいですね。特にジャンプ D だと吹っ飛ばし効果があるんでジャンパイスの方がいいかもしれません。ちなみに今回なんかダメージはジャンプ D よりジャンハイの方が多いらしいので、さあここは接近戦となります。インハイスラから方向は中央からファフニールとしていくか、ファフニールは先に技を置いてあったり、まあ最後はスタンエンチだったり置いておくと、やっぱソル側としてはかなり面倒くさいですね。ジャンハイト、これはいい拾い方、見えすぎとなってしまったんですけども、しっかり拾い直し、いい判断でございました。上がったのはアルフィー回ソル、私の勝ちだ。さあこれで全試合終わりましたかね、RP さん、お子さんのチームは全勝で勝利となっております。その先の力を引き出せないのは、じゃあですね、めぐるさんと千治さんのチームと里毛さんとヘバテンさんのチームを、もう1試合やりましょうかね。RT さんとお子さんのチームはそれぞれ全勝しているので、とりあえず今のところ終了で、で、めぐるさんと千治さんのチームと佐藤家さんとヘバテンさんのチームで、もう1試合行っていただきます。じゃあなので、めぐるさんと佐藤家さんじゃんけんして 1P、2P 決めてください。できるところはありますか。もがさんと中山さんのチームと太郎さんとジグさん、ジグザさんのチーム B 番内でお願いいたします。結局は基本的に何を覚えればうまくなるんでしょう。そんなにうまくなってないので何も言えませんまあとりあえずギルティギアはコンボ練習すればいいんじゃないかな。で何当てたいとか決めるといいんじゃないですかね。俺はもう足払いタイランと足払いリボロバーを覚えたんで、ガンダッシュ足払いとガンダッシュ、ガンダッシュ空中ダッシュ S ハイスラー足払いリボロバーだけを狙って対戦しました。そこからコンボできるようになってって感じでしたね。いずれ俺を見てごらん、相手が嫌がることじゃないけど超うざいですねこれさあ、準優勝をかけての、完全優勝を決めました RT さんとお子さんのチームは、この後、優勝した2人を対戦して今日の優勝を決めてもらいますか。3位決定戦トーナメント、トーナメントみたいな感じでしょ。ラストもう1試合です。あーこれグリード大きいです。2敗者が SS ホイッチを波動拳回は何なんですかね。ソルがやっぱガンダッシュ足払いしてくるとうわこれ止めらんねきついみたいな感じで思うんですけども、なんですかね、今も言ってたんですけども、そのちゃんとした編成を選ぶのが難しいので、最初はねやっぱどういう技を振っていけばいいんだろうって悩むのが多いかもしれない。止めらんねーみたいな。だからなるべく円安とかリターン取れないじゃんみたいな技でもしっかり振りつつ層に入ったらですね。で、おいしいデンジャー、これは初めてのデンジャーみたいな感じでいいですね。そう、2K とか小技とかで相手の攻撃を止めても結局ソルの攻撃1回通したらリターンがすげーってことでね、やーれーみたいな感じになると思うんですよね。耐久もやっぱマイクリーで落ちづらかったりとかして電圧とか使わないといけないみたいな感じで、本当に数こなしていくしかないと思うんですよ。とりあえずもうファフニールが怖いなら電圧とか使えるでしょうと
グランドバイバー食らっても、まあ、スイスイみたいなね、50% あるとやばいっすけど。ファーストは昇竜拳から、これは、ダウン失敗まだあります。あー、しかし、デッドアングルを提出の足払い、これが強いんですね。さあ、ヘマテンソルが勝利、そしてまたもや出てくるのは里毛ソル。うさてめに投げ。で、戦時スレイヤーですね。オーバー。Guilty Gear. Who dares to enter the main? まあけど一応 Guilty Gear はコンボ系の部類に入るはずなので、やっぱコンボは一つ覚えた方がいいと思います。俺はブレイブルーとか覚えるときは、あの各技の指導の最大コンボをとりあえず練習して、めちゃめちゃむずいのだったりしたら、それちょっとだけダメージを落ちるコンボとか練習して。当たったらコンボできるようにはしてます。まあ今回のシーンコンボはなんかできなくなっちゃったんですけど、またいろいろ調べてやりたいと思います。さあソルスレイヤー、これきつい。空中ダッシュをうまく使っていきたいところですね。あとは前捨ても強いんですよ。ガンフレーム前捨て抜ける人も無理ですね。いいから、ここはなんとかして逃げたい。さあノリノリで攻めていく。ブリンガーは一応空中直下だったり直下すると投げようがかくったりするんですけども、位置にもよるんですよね。さあ前背投げ、これで俺あの初級者の時、初心者の時はめ殺された。これナイス投げでグランデーションというところで、ここはマッパーハンチにリボルバーが刺さります。一本練習非常にいいところまで行ったんですけどね。8K とかが地味にやっぱ優秀っぽいんで、 8K とかを使って先端あたりをプンプン振っていくのがいいのかもしれませんね。しかし攻める明覇髄。さあダスト、今回のそのダストは非常に発生が早い、見づらい、非常に速い。アパジー、ここはヒットしていいですね。前捨て投げ、しかし発生の速い助け、ガンガン触ってここでフィニッシュ。勝ったのは里毛ソル。ブリンガーの後はやっぱりですね、暴れるのはちょっと早めの技で暴れるのがいいかもしれませんね。 TS とか今回速くなってるんで直下とか、まあけどホルトしちゃったら暴れない方がいいかもしれません。距離を取ってね、逃げた方がいいかもしれません。フォルトを張るとなんか硬直が伸びてしまうみたいなので、AC まで知らなかったですけど俺は。まあなるべく、あやばいなと思ったらバックステップで逃げてみたりすると被害がね防げるかもしれませんね。では行きましょう。最後に RT さんの回答、ココさんの ポチョムキン A 番内で、優勝者決めてもらいます。でこれが終わりましたら、B 番内で、B 番内を、制限台として開放いたしますので、初級者大会に出た人たちはね、ぜひそこで遊んでください。さあ、土曜番台、須翔先生です。勝てば優勝です。まあけどスレイヤーソロはまあ本当にマジできついと思うんで、ちょっとね、どうすればいいのかな、空中出しとかね使っていくといいかもしれません。頑張ってみましょう。では行きましょう。さあおここポチョムキン対 RT 対の決勝戦、いつからギルティやってたかな、中学校1年生ですかね、懐かしいですね。おっとポチョムキンバッサー決まる。前に入ったらこれバックスをカーブ選択肢、そして飛んだところをヒートで捉える。さあ捉えたらかなりポチョムキンをブイブイ言わせることができますが、やっぱりおお、なんかボタン押しちゃった、クーンと謎の腕組み竜王ですね。グリードを食らって、あーデコピン、これは波動を狙ったか、ポーチャムキンバスはかっこいい。予定に変更はない。
なんでこいつポリバケツ腕につけてんだ。今気づいたけど。さあ立ち上げ、チャージ重ねて、こちらにデコピンがあるんでね、3位置をね適当にポンポン打っているとデコピンに返されてなんかめどせえなある状況になってしまいます。そのデコピンの消費が食らってしまいますと受け身不能だったりするんで、ね、なるべく返されないようにしたいところですが、まあ打たないとねなかなか止められなかったりも。あ、こっちはなんかさあこの距離のスタンエースとミハイスラのコンビネーションは凶悪。ミハイスラ2段技なんでハンマーホールを潰してくれます。おっと回してるぞ、しっかりお正気やる気かいか、取り返して最終ラウンド。さあこうなっちゃうとよろけも発生、なるべくあれが発生した場合は相手が近くなければ空中ガードとかするといいかもしれませんね。さあ画面端飛ばしてテコピン、体育部隊が殴られてしまう。さあこうなってくると超強いハンブレバスターから前へ、はい止める、バックス読みだったか、回してそうだが投げていく、強気にいく。おっとこれは端が近づいてきた、ダースヒット前へ、はい前へ、はいからフィネス足払い。おっこれはちょっと焦ってしまったか、あっとカウントヒット、ダスさんは、おっとラッキー、ジャンハイスラ端が近い、どうなる、スタンエッジからダースト見えません、できるか、しっかり決めて勝ったのはRT 会。というわけで本日の初中級者大会初級者の部優勝は RT 会となります。おめでとうございます。ではね、これからですね B 番台設定変えます。今皆さん4段以下2段以下だと思いますので、あ、2段以下の人はこちら B 番台でできます。 C 番台は4段以下の初級者台となりますが、今日は人数少ないんでなるべく初段と初段までと、4段までの人でやってもらえると助かります。まあなんとなくみんなと対戦したんで実力分かると思いますけど、ただこれ、制限台なんですがルールがありまして、使うキャラの、段位が2段ではなく、最高段位ですね。入門の名誉を使いたいけどもうすでにソルが4段になっている、3段になっている場合は B 番台使えませんのでよろしくお願いいたします。じゃあちょっとね設定変えますのでお待ちください。じゃあね A 番台は中級の方に移っていきます。中級のね勝ちトーナメントの方の決勝になります。これで勝った後負けトーナメントの決勝進出中者と、おっと、あ、ちょっと待ってください、ごめんなさい、A 番台待ってください、設定変えてなかった、そういえばちょっと待ってね、トーマさんちょっと待ってね、ごめん、そっついや設定いじってなかった。A 番台が、1P 側がネギ付けラムレザルトーマメイチーム、先方がトーマメイ、2P 側が、コロポックリカイニートベッドマン、先方コロポックリカイになります。すでにね敗者復活トーナメントの方でモガスレイヤーと中山ポチョムキンが決勝まで歩を進めているので、これで勝ったチームがそのモガチームと対戦してって感じになりますね。ん？もう A 番台だけあと。ん？あ、D 番台あるっしょ？うん。だから D までのはあるからそのまんま使ってくれれば。うん。D。じゃあ E 番台はごめんね、これもらうわ。これとこれね。はいはい、ちょっとね今の A 番台の設定をこれから変更しますので少々お待ちください。平岡先生落ち着いて、転んでるよ。
試合。はい、では行きましょう。中級者大会あと2試合か。Guilty Gear Who dares to enter the main? Kai Kiss。 では行きましょう。 A 番台中級者大会どんどん行きましょうぜ。 A 番台 1P 側ネギスケ、ラムリドル、トモメイチーム、スーピー側、コロポックリ、カイ、ソニーとベッドマン。メイ。はぁ。メイシェン2。なんかね、そう。あれなんですよ、ちょっとね、あの誰だっけな、誰かのステージでジャポニカポーンっつってんで、なん誰のステージだっけな、ステージが決まるときにジャポニカポーンっつってんですよ。どっかだよな、誰だろう、誰かのステージで多分ジャポニカポーンっつって、ラムになるかな、ジャパンだから。あ、ミディアだ、ジャポニカポーンや。ジャポニカじゃんけん、じゃんけんポンみたいなね、懐かしいですね。さあ、中級者大会になりまして、そこから一気にレベルが上がります。ここら辺からですね、ならず者たちの集まる大会となっています。上は見えるんだけど届きそうで届かない、そんな人たちが集まっている、印象でございます。そう、まあけど味方の中級は中級だと思えないという意見があるんですけども、味方にいる上級の人たちが上級じゃ収まらないんで、もうしょうがないですね強すぎだろお前ら、化け物しかいねえつ。それはもう帝来たらこれはあかんとなりますから、保護しないといけないみたいなやばいっすからね、普通になんか攻撃とか公式大会の本戦出場者しかいないみたいな、よくよく考えたらやべえ状況っすからね。Z 選手ですね、Z 選手クリダシャー、まだヤムチャださあ 3K さあ一応ですね、なんか変なことばっかり話してて、最近ね、実況をですね、週4ペースでこなしているからから、何話してもこれいったなみたいな感じで、ちょっと普通に実況するのがちょっと辛くなってきて、なんか変わらない毎日を過ごしているのが嫌になる感じだったんで、なんか何かあれば、解説をちょいちょい挟んだり、周りがなんか面白そうにしていたらその周りの様子を話したりとかして、まあそれもまた一つの実況の形かなと思って話してるんですけど、この間のミカマスとかね、 B 番内がすごい盛り上がって、 B 番内の様子をね動画では残せないので、様子を話したりとかしました。で、まあ中級者大会ということで、まあ大体コメントがこんなの初級じゃないよとか、こんなの初級じゃねえよみたいなあるんで、大体そういうのを捕まえて、いや上見てごらん、無理でしょって感じでね話します。だからゆっくりゆっくりね、会話を守っていきましょう。そう、もうちょっといやなんか捕まえてとか、いっぱい決まってとか言ってても、いやなんか前向きかなみたいなそう、なんかねちゃんとフレーズとか使い分けていかないと、もう喋れなくなっちゃうんですよね。だからこの雰囲気を伝えたりしたいと思います。さあ2ハイドラ釣り上げて、さすがにヤクルトはね自称しないとマジで球団に怒られそうライド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 レッツゴーどうやってんだよこれ甘えたクジラはいけません、甘いですね、捕鯨団体に怒られちゃいます。
おー、しかし立ち切るか。これはですね、足元にちょっと浮いているので無敵画面ですね。さあ、しかし素晴らしいライダーでございました。スポンサー契約、あー、いいっすね。あの、招待券あれば、あ、ごめん、ちょっとダメ、早いわ、ちょっと招待券もらったから行くわ。さあ、行きましょう。トーマメイ対どうでもいいやつ、どうでもいい。さあ、ニーとベッドマン、まあ、そもそもベッドマンという使い手があんまりなかったんですよ。最近増えてきたんで、もう約5年かなといった感じになります、ニートベッドマン。しかしニートもね、運営陣としてこう、なんでカード使ってないの、カード忘れた。さあ、空中投げうまいぞ。ちょっとこのホッピーさんのチームメイトとしてはちょっと非常に頼りない感じがしますが、ここは運営の意地を見せていきたいところ。なんだ、コンボしないぞ。ははコンボができない。おい、ちょっと待ってよ、キャンディーから、え、ちょっとちょっと勝利が遠のく。あー、これコロポックルさん後ろでこれ勝ったろみたいな流れだったんですけどまさか落とす。大難度、これはカウンター確定。あまりにも安すぎますぞみたいな感じになっちゃいましたね。さあ、ドドメザキさん、ジョ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 ダチ、ジョジョジョダチさんみたいなコメントを拾ってからね、頭がちょっと今おかしくなった。さあ、メイのコンボが入り続けます。これ読んでいた、イルカン登場は意外と有利フレームがないみたいなので、さっきみたいにね、小技タスキー、スレイヤーとかタスキーとか、今みたいに前 B ね、やると潰せたりします。今の安全ガーフですね、この間も話したんですけど、いってらっしゃい。画面端いガードできない、ガードはできない投げですから、勝ったのはトーマメイ、見立てて勝利。不甲斐ないね。いやー、ちょっとねー、ひどいですよ、ちょっと今のは。ポロポックルさんの代わりに俺が怒りますよ。もう許さんっつ、どうせブリジットがいたらなとか言うんでしょ。じゃあちょっとね、トロポリさん次回は頑張りましょう。ごめんなさい、こんなんで。さあ、行きましょう。決勝戦、今勝ちましたトーマメイ、ネギスクラムルゾラチーム対、モガスレイヤー中山ポチャマキンチーム A 番台でお願いいたします。台湾中止やな。さあ、中級者大会、これが最後の試合となります。今日は人数が少ないので、ちょっと早いなって感じなんですけども、ぜひ行きましょう。うるさーん。さあ、メイ対ポチョムキンじゃないスレイヤー。モガさんはいつからか、犬になってしまったみたいですね。わー、いけ。そしてゲージガチがやべえ。さあ、ちょっとメイ起き上がりは早いのかな、早いぞ。やべえ、 S 打ってるだけで相手が死にそうだ。ジャンディーで落として、おっとない。さあ、端付近にね、追い込むがワンパンチ、ペース変なだけだ。ハメハリ付きのモーションスレイヤー面白い。エンス、エンス、
立ちハイスラで捉えるが繋がらないんです。マイハイスラがよいしょ、上海空中内からなんだ空中内乗って、空中内乗ってハイスラ足払いから弾が出る空中投げ、これは重いですね。あとはこれはマイハイスラが引っかかってしまう。日本で初めてですね、金安拾って PKD2KKD 落として大きい攻めは投げて、ちょっとこれ安い気がしますが、安い金安のエース、ホルバーソン、あとはヒット、これは拾えそうだが 3K 出してしまっていた。空中投げから大きい攻め、裏に落ちる、わーガフ飛んできて、まあ、パンチ、タッチピーは当たらない、タッチ K だった。ダーストが見えたが、ここパンが早い、立ち系まで決めて先方戦制したのはモーガスレイヤー。このまま2択で優勝なるか、出てくるのはネゲスケラムレザレ。怪力に頼りすぎだ。 Here comes the Daredevil。 そもそもガーフがですね、モーション変わりすぎてわからん。さあ久しぶりの参加となりますネギスケラムレザレ。ああ危ない、ジンジャーうーよ、あら安い、フーイオンイオン、なんだなんだ、いてー死ぬ、踏みつけて、さあこれが強い天性の三段技ですね。これ暴れで結構多いですね。しかし技を今のように置いておくと潰れることが多いのでリターンもあんまないんで、めんどくさいなと思ったら技ポーンと置いておくのがいいのかもしれないですね。優勝捉えてクロスアイゼ、このスキルへ、さあ優勝リーチ。さあエースガウロ、キーエース、エース2系のアパシが、ここでこれ、キーステにも勝てるっぽいですね。ポン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 。いやー、痛い。アパシ、クロスワイズ、ゲージ効率が非常にいい。あー、ところ出してきた、コパンから、しかし何も下がらない。まあ、これは普通。最初は経験するんです。リスクエーションがガンガン上がってやばいぞ、画面端が近づいてくる。3打目ヒット左利用1層いいですね。悩みました。上海から投げからホイスロー、エースホイ D ちょっとまで決めてノーコール。コーパンが刺さってガットランモガスレイヤー。じゃあせっかくなんでモガさんと、中山さんで決勝戦をエヴァンドに行きましょうか。適当にくつろいでくれ、せっかくなんでね、ハットが優勝としましょう。やりましょう。その桁外れの力も知性も君はただ与えられただけの赤子に過ぎない。無くなるもの。ゲームオーバー。さあそれではモガさんと、中山さんで中級者大会、マジでやります、決勝戦をやります。今日は珍しくチーム戦なのに、初級者大会1人優勝、中級者大会1人優勝とスッキリさせたいと思いますんでね、頑張りましょう。スレイヤーゼフェセントアーズLayer vs. Champion. Get ready to rock. Heaven or Hell. Duel 1. Let's rock. さあ、ポショー、スレイヤー、共に6段となっております。本当にスレイヤーが有利なのか、ちょっとわかりませんが、画面外し。
まあよくありますよね、裏切る仲間っていう。クロスサイズですから、ここはホセイン・ジャンハイ 2KK オート。あそこから何も繋がないんで、ここで空中投げでダブルアップをやってきましたね。まあ、IP ガードさせて確定 2K ワンパンチ。一本選手はモガスレイヤー。デュオル2テンアップヒー、先ほどまではね、あんなに勝利を2人で分かち合っていたんですけども、喜びをね、今ではもう殴り合う中です。さあ、噛みついて2K ワンパンチ、3K ハイ、はい、俺は初心戻って、いいでー。さあ、遠距離からディースゲージがたまる、始まずいぞ。逃げたいが逃げられない。2K ワンパンチ、ハンマーホール出し切りは強いが、ターンが終わってしまう。 2K マッパーダストアタック、キンヤス、メンヤス、おーおー、マッパ人生、これでもか、一人寂しく自己さ、つらつらすぎる、つらい俳句が決まって、勝ったのはモガスレイヤー。本日は19勝の1回優勝となります。おめでとうございます。いや、つれは最後に自己破産待ってた。いや、フォークさんがいたらね、モノマネしてくれたんでしょうけども、はい、そういうわけで本日の初中級者大会自己破産で終了となります。雨の中ね、そして三日松大会大会終わった後、参加してくれた皆さんありがとうございました。今日はね、人数が少なめということで制限台も早くから開封しております。今日はあのいつもは対戦できない、人とね対戦できたりとか、いつも5回ぐらいしかできないよとかね、もう30回ぐらいできるんじゃないかって感じでね、パシパシ、のじゃい楽しんじゃってください。同じぐらいのレベルの人と対戦するのがね、多分一番うまくなるのには手っ取り早いと思いますのでね、こういうチャンスを逃さず、頑張ってください。というわけで本日の大会は終了となります。お疲れ様でした。